どんどん皆さん入ってください。弥生の地を受け継いだ方々、弥生の地をね18年前から支えていてくださる方々、18年分のこの絆を皆様で作り上げていきたいと思いますので、知ってる顔の方いたら全然弥生を連れてきていただいて、先輩も先輩連れてきていただいて大丈夫ですので、で団員もどんどん使っていただいていいのでよろしくお願いします。はい、というわけで弥生アクト4絆、今から10年以上前の作品になりますが、弥生事ではございますが、ずっと踊り続けられてきた歴史の深い曲になっております。こちらの曲は楽しく元気を皆様に届けるといったような祈りとはまた違った形の曲になっております。ぜひぜひ踊れる方いましたらどんどん入ってください。大丈夫ですか？はい、というわけで、今回は特別に皆様 MC を使いました春樹さんにね、いただきました。そうですね、最新の MC とそれこそ10年前の、MC でした。この頃はね、こんなに皆さんが集まっていただける祭りになるとは、僕はそういう祭り会場になるとは思わなかったんですけども、毎年本当にたくさんの方に来ていただいて、この10年の新しい子たちと、ああごめんなさい、ごめんなさい、時間が巻いてまいります。それではですね、老人は余計なことを言わずにお願いいたします。聞かさせていただきたいと思います。じゃあ挨拶の方からいきたいと思います。それでは皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。人は出会い絆が生まれ、その絆を深めし者は友となる。あなたにとって大切なものは何ですか？僕たちにとって大切なもの、それは弥生アクト4絆、いざ。さあ皆さん参りますよ。手拍子の準備をお済みでしょうか？しっかりもう手を挙げて待ってください。
本当にたくさんの皆様、そしてたくさんのご声援ありがとうございました。はしゃいでしまいまして、すごい盛り上がってましたね。この後のね、